こんにちは。いつも見ていただきありがとうございます。今回はドリア、トマトソースを作っていこうと思います。ドリアの基本的な作り方は、バターライスやチキンライスを耐熱容器に入れて、その上にベシャメルソースをかけて、そしてチーズを乗せてオーブンで焼き上げるというのが王道のドリアかなと思います。アレンジの仕方としては、ベシャメルソースに加えてミートソースや今回のようなトマトソースをかけたり、あとは変わり種としてはカレーソースをかけて仕上げる方もいらっしゃるかと思います。今回はちょっとひと手間を加えたトマトソースを作っていこうと思います。使ったトマトはホールトマト1缶を使いました。約 400g ぐらいですね。それをボウルに移して、ハンドブレンダーかミキサーで攪拌してください。ミキサーをお持ちでない場合は、粗ごし状になったトマトを使うか、もしくはダイス状になったトマトも売ってるかと思いますので、そちらを使ってください。ただやっぱりホールトマトの方が、ダイスカットにされたトマトとか粗ごしになっているトマトと比べて若干ですけれども味が濃い気がしますので、こだわる方はぜひホールトマトから作ってみてください。あとはソースに使う玉ねぎですね、1/4個、約 50g はみじん切りにしておきます。そしてニンニク1つも細かくみじん切りにしておいてください。チューブのニンニクでも作れるんですけれども、やはり生のニンニクを使っていただいた方が一段落美味しいトマトソースができるかと思います。次はバターライスを作っていきます。バターライスは炊飯器でお手軽に今回は作っていこうと思います。洗った米1合と、あとはバター、そして塩コショウと分量の水を入れて炊くだけです。これだけでバターライスができますので、今回の使い道の他にもピラフやチャーハンに使ったり、あとこのご飯にカレーをかけるだけでも美味しいので、よかったら作ってください。それではまずはトマトソースから作っていきます。フライパンにオリーブ油大さじ1を入れて、ニンニクのみじん切りを加えて弱火にかけます。ニンニクから香りが出てきたら、ここで玉ねぎのみじん切りを加えます。そして火加減を中火に上げて、塩一つまみをして、さらにちょっと透き通るぐらいまで炒めてください。玉ねぎがいい感じに炒まってきたら、用意しておいたトマトを加えます。トマトを加えてヘラでよく混ぜ合わせたら、一旦火を止めてください。次はトマトソースに加える赤ワインを煮詰めていきます。使った赤ワインはミディアムボディかフルボディぐらいの赤ワインで大丈夫です。 100ml を違うフライパンに入れて、約半分ぐらいになるぐらいまで煮詰めてください。で、赤ワインに関しては本当に安価な赤ワインで大丈夫です。だいたい1000円以下で売っている赤ワインを1本冷蔵庫に入れておくと、他の調理とかにもたくさん赤ワインは使えますので便利かと思います。半分まで煮詰まったら、赤ワインをトマトに加えて、さらに塩一つまみをして中火ぐらいにかけます。そしてヘラで混ぜながらふつふつとしてきたら、火加減を弱火に落としてください。弱火に落としたら、ヘラで常に混ぜながら、ここから約5分ほど煮詰めていきます。このトマトソースは冷凍用の保存袋に入れて冷凍保存もできますし、あと使い道としてはパスタと絡めてトマトパスタを作ったり、オムライスやハンバーグにかけたり、いろいろな使用方法がありますので、余った分はぜひ冷凍保存で置いておいてください。次はベシャメルソース、ホワイトソースですね。鍋にバターを入れて弱火にかけて、ヘラでバターを溶かします。バターが溶けたらすぐに火は止めてください。そしてそこに小麦粉大さじ1を入れて、火は止めたままヘラでよく混ぜて、小麦粉をここで溶かします。ここでしっかりと溶かしておくと、小麦粉がダマになりませんので、しっかりと溶かすようにしてください。そして牛乳を 150ml 加えて、塩と胡椒をして火にかけて、とろみが出るまで混ぜれば、ベシャメルソースの出来上がりです。ベシャメルソースを作るのはもしかしたら難しいイメージがあるかもしれないんですけれども、意外とというか非常に簡単に作れますので、ぜひベシャメルソースも作ってみてください。今回は牛乳だけで作ってますけれども、よりコクが欲しい方は1/3を生クリームにしてもらっても美味しく作れます。
これで材料がすべて揃いましたので、耐熱皿に盛り付けて焼いていきます。今回は少し小さめの耐熱皿で作りましたので、約3つ分3人前取れました。まずは炊飯器で炊いたバターライスを下に引いていきます。そしてその上にトマトソースですね。今回はだいたい大さじ3杯ぐらいの量を乗せました。ここは好みなので、たっぷりめがいい方はたっぷりめにかけてもらって大丈夫です。そしてその上にベシャメルソースです。ベシャメルソースもだいたい大さじ3杯ぐらいですね。そしてミックスチーズを、ここはお好みの量をかけてください。そしてさらにこの上から今回はパルミジャーノレッジャーノをたっぷりとかけています。でパルミジャーノレッジャーノがない場合は粉チーズをかけてもらっても全然大丈夫です。他にもチェダーチーズを使ったり、ゴーダチーズを使ったり、あと癖のあるゴルゴンゾーラを乗せても美味しいかと思いますので、そのあたりもぜひアレンジをしてみてください。そして220度に予熱しておいたオーブンで約8分ほど焼いていきます。この焼き加減に関してもお好みなので、より焦げ目というかチーズがカリッとしているのがお好きでしたら多めに焼いてください。あとは仕上げに粗挽き胡椒を振りかけるとピリッとしたアクセントが全体を引き締め、さらに美味しく仕上げてくれるかと思います。今回のドリアトマトソースレシピはいかがでしたでしょうか。ポイントはやっぱり手作りのトマトソースですかね。ホールトマトから作るこのトマトソースは味も濃厚で、トマトの酸味もしっかりと味わいながら、そこに赤ワインを加えることでさらに奥深い味わいで大人の味に仕上がってます。今回のバターライスには具材は入れなかったんですけれども、具材に関しても鶏肉を入れたりベーコンを入れたりなどいろいろとアレンジができますので、ぜひオリジナルのドリアで楽しんでみてください。最後まで見ていただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。